ヤグフェスは、ヤグチマリが総合プロデュースする、アイドルフェス、またアベマ TV が生配信する番組である。ミバトブ、ヤグチマリの歌せないと番組内の企画、ヤグチ認定アイドルを探せ、お発端に番組出演アイドルグループを集めた、ライブフェス開催を2017年7月12日配信分で発表。後に12月3日開催を正式発表した。番組内で、 矢口が気に入ったと思うアイドルがメジャーアーティストから地下アイドルまで一堂に返すのが特徴で矢口自身も毎年ソロ曲を披露コラボステージと題したステージでは矢口自身が他のアイドルに混ざり歌唱するほかモーニング娘。時代の楽曲を混成ユニットで歌唱している原則観客によるダイブ、モッシュなどの行為は禁止演出上 出演タイムテーブルは事前発表していない。会場となった原宿アストロホール、ヤグフェスアイドルを原宿で見るか、アベマで見るかとして2017年12月3日、原宿アストロホールにて開催。正統派アイドルがテーマのホワイトステージ、個性的なアイドルがテーマのブラックステージに時間を分けて開催された。矢口マリは両ステージに出演し、 荒垣流作曲の新曲、光と影を披露した。ミバト部では、同日14時から20時まで、ライブ会場を呼び、物販会場となる、表参道 IM スクエア2階ワーキングホリデー、コネクションから6時間の生配信を行った。番組では今ライブが、第1回とされ、第2回開催も予告された。会場となった、品川インターシティホール。 ヤグフェス2018黒と白の交わる場所として2018年12月2日、品川インターシティホールで開催。矢口チマリの歌謡瀬ナイト2018年10月3日、配信会で開催を発表。前回土壇ンバで出演の決まった岡野洋一が第一弾出演者として発表された。24日配信で、前年同様、正当派アイドルがテーマのホワイト、 個性的なアイドルがテーマのブラックに分けること、二部構成であること、ステージ出演者、第一弾が発表された。アベマ TV では7時間の特別制、中継番組として編成される。矢口は大森安子駆け下ろしの新曲、白いハローグッバイを初披露した。2019年12月は矢口の育児のため開催を休止。大行公演として12月4日に、 深夜の大人フェス、矢口マリのピンクザナイトを開催。会場は渋谷クラブビゼル。入場チケットは応援ギフト1000コイン先着制。平日深夜開催ということで、生配信終了後も始発時間まで会場を使用。過去のヤグフェス映像を上映した。ありがとうございます。